サッカーダルフール代表は、ダルフールサッカー協会により編成される、ダルフールのサッカーのナショナルチームである。ダルフール代表は、フィファ及び、カフに加盟していない。しかし、NF ボードに、暫定会員として加盟している。また、コンネファ会員でもある。2012年3月、チャドにある12の難民キャンプより、代表選考を兼ねた、トライアウトを行い、 ダルフール代表が誕生した。最初に16人が選出され、続いて交代要員として4人が選出された。監督にはアメリカのマーク・ハドソンが就任。彼ら20人の選手は全員難民キャンプより合流し、同年6月にイラク・クルディスタンで開催されたビバワールドカップに参戦した。ビバワールドカップでは全員10代、20代の選手で挑んだこともあり。 北、キプロスに0の15、プロバンスに0の18と惨敗し、グループリーグ敗退。8位決定戦でも西サハラに1のこと敗れて、9位に終わった。しかし、西サハラ戦でムバラクハガーディオゴムが46分に代表初ゴールを記録した。2014年に開催されたコンネファワールドフットボールカップでは、グループリーグでパダーニャニレから20。 南オセチアにゼロの19と惨敗。さらに順位決定戦1回戦で、ナゴルノカラバフに例から12、順位決定戦2回戦で、タミル・イーラムにゼロの10と大敗し、4戦全敗、無得点61失点という大惨敗、12位の再開に終わった。これは、米国の支援組織、米国の支援組織アイアクトと、 コンレファのメンバーたちの尽力でやっと参加できたようであり、スパイクを初めて履いたという選手もいたほど、他チームと実力差がありすぎたためであった。しかし最後まで諦めずにプレーした態度が変われ、フェアプレー賞を受賞した。ユニフォームのスポンサーはアディダス、公式スポンサーは国際連合難民高等弁務官事務所が務めている。ありがとうございます。